んにちは。毎日が問題作、セクシー&バイオレンスこと、キレテソー！はい、ということで今回はこれまで映画界を震撼させてきた数々の問題作と言われる名作たちをご紹介していきます。では、発射！時計仕掛けのオレンジ。人々が生活に何の苦労も感じずに生きることができる近未来を舞台にしたこの映画は、2001年宇宙の旅やフルメタルジャケットなどの映画を手掛け、世界中でその名が知られているスタンリー・キューブリック氏が監督を務めています。原作の小説は管理社会に対する風刺が色濃く反映されているのですが、映像化する際に監督の手により人間が本来持ち合わせている悪の側面が過剰なまでに描写されています。そのため暴力や犯罪といったバイオレンスなシーンが多く、1972年に本作が公開されて以降、多くの国々で物議を醸しました。中には18歳未満の鑑賞を禁止する映画館も現れ始めるのですが、本作の舞台になったイギリスでは、なんとこの映画のワンシーンと酷似した事件が起こり、監督に対し脅迫状が送りつけられる事態にまで発展したため、上映が数十年禁止になっていました。そんな時計仕掛けのオレンジですが、公開から40年以上経った現在でも、多くの映画ファンに愛されており、独特の世界観を描いた名作として高い人気があります。僕の中ではザ・サブカルチャーみたいなイメージの映画ですね。うん、面白いと思います。うん、面白い。普通に面白いですよね。では次、ディアハンター。1960年代に起きたベトナム戦争を題材にした本作は、人種差別的な描写があるとして問題になりました。というのも、劇中にアメリカ兵がベトナム兵の捕虜になってしまうというシーンがあるためです。このシーンの何が問題かというと、捕虜たちにロシアンルーレットをさせるという非人道的な行為をベトナム兵が楽しむという描写が行われているからです。そのためベトナム人を差別していると世界中で物議を醸しました。ですが、本作には戦争によって正気が失われていく過程を描いた反戦映画としての側面もあるため、このシーンだけを切り取って叩くのは間違っているという意見もあります。まあ、かくいう僕も長年の童貞によってそろそろ正気を失いそうです。動画の途中ですが、ちょっと手こきのお店に行ってまいります。アデュー。医師の勝利。ふぅ。1942年に公開されたこの映画は、20世紀史上最大の問題作として映画ファンの中では有名です。本作はドイツで制作された映画なのですが、劇中にはなんとあのナチスドイツの総帥アドルフ・ヒトラー本人が映っています。マンジマンジ。これはアドルフ・ヒトラー本人が直々にある映画監督に制作を依頼したという経緯があるためです。またタイトルにもなっている勝利の意思とは、ナチス党の力を見せつけるための演説会のことで、本作はその演説会を記録するためのドキュメンタリー映画として制作されました。そういった理由があるため、本作はナチスを正当化させる悪質な映画として戦後に問題視され、ドイツではこの映画を主張することが現在でも法律で禁止されています。ちなみに本作の監督を務めた人物は、終戦後にナチスに協力した罪で逮捕されました。マジで。眠れる美女。ディズニー映画の眠れる森の美女ではなく、2012年にイタリアで制作されたこの映画は、尊厳死という非常に重いテーマを取り扱った作品です。本作は2009年にイタリア国内で実際にあった尊厳死にまつわる一連の事件をテーマにしており、政治や医療、宗教といった様々な視点から死というものを克明に描いています。そんな本作ですが、公開以降、イタリアで多くの非難を浴びたそうです。というのも、イタリア国内ではキリスト教の一派であるカトリックを信仰する人が7割を占めており、尊厳死に対して否定的な意見を持つ人が多いといった背景があるためです。ですが、社会問題に切り込んだこの作風は、世界中で大きな反響を呼び、テーマと相まって高い評価を受けることになります。ちなみにこの日本にも実は、眠れるホモという問題作が存在しますが、それはまた別のお話。パッション。2004年に公開されたこの映画は、イエス・キリストが処刑されるまでの12時間を描いた作品です。当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が鑑賞したことでも有名なこの映画は、思わず目を背けたくなるような過激な拷問シーンが多く存在しており、観客がショック死する事態にまで発展し、世界中のメディアが公開中止を呼びかけるほどでした。また、劇中には反ユダヤ主義だと取れるシーンが多かったため、世界中で大論争を巻き起こしたそうです。パッション。やだ。失礼しました。歌詞911。
2001年9月11日のテロ事件以降のアメリカの姿を描いたドキュメンタリー映画の歌詞911は、日本でも有名なマイケル・ムーア監督が制作したことで広く知られています。この映画は当時のブッシュ政権に対する批判とも取れるシーンが多く存在し、しかもアメリカ合衆国の大統領選挙前に公開されたということもあり、アメリカ国内では物議を醸しました。ですが、マイケル・ムーア監督は911以降のアメリカを描いたと語っており、本作にはブッシュ政権批判だけではなく、当時のアメリカが抱えていた問題なども浮き彫りにした社会派作品としての一面も持ち合わせています。またドキュメンタリー映画にしては珍しく、全編コメディータッチで描かれているため、映画ファンのみならず普段あまり映画を見ない層からも高い人気があります。ちなみにカンヌ国際映画祭では最高位の賞であるパルムドールを受賞しています。続いても 9.11 以降のアメリカを題材にした映画をご紹介します。大統領暗殺。本作はもしブッシュ大統領が暗殺されていたらアメリカや他の国々はどう動くのかというテーマのもと制作されたフェイクドキュメンタリー映画です。不謹慎とも思えるテーマなだけあって、アメリカ国内はもちろん世界中で話題になりました。この映画には本物のブッシュ大統領が登場するのですが、当然無許可な上、あろうことか劇中では本人が本当に殺されてしまいます。しかもその一連のシーンは異常なまでに作り込まれているため、無駄にクオリティの高い映画としても広く知られています。またこの映画はシュミレーションとしての側面も強く、あながちフィクションとは言い切れないほど現実味が強いと言われています。キリンの筆下ろしをシュミレーションした結果、世界戦争が起きるという映画キリン卒業、誰か作ってください。エスケープフロムトゥモロー。名作として一部でカルト的人気があるこの映画は、アメリカカリフォルニア州にあるディズニーワールドのシーンが多数使用されているのですが、実はそれらの映像は全て無許可で撮影したものでした。しかも本編はモノクロで、終始謎の多いストーリーが展開します。そのため普段映画を見ない人はもちろん、映画をよく見る人でも理解できないと言われるほどで、本編が90分だとは思えないほど長く感じるとのこと。またディズニーワールドのシーンしか見どころがないと言われているほどひどい映画としても有名です。フリークス。イギリスで30年近くも上映禁止になっていたと言われているこの映画は、いわゆる見せ物小屋をテーマにした映画です。本作には当時実際に見せ物小屋ショーをしていた、身体に何かしらの特徴がある人々が出演しているということもあり、現在の価値観では考えられないようなシーンが連続します。今では間違っても上映できない映画ですが、公開された1932年当時も非難が殺到し、あまりにショッキングなシーンが多かったため、この映画を見たせいで流産したという女性が訴えを起こしたという話もあるほどです。ですが映画自体はコメディ色が強く、喜劇的な映画だったそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、このキリンチャンネルもセクシー&ダイナマイトすぎて、いつ上映禁止になるかわからないので、キリンセクシーすぎるだろ、いい加減にしろという方は、高評価とチャンネル登録、サブチャンの登録、ツイッターのフォローをよろしくです。終わりー。はい、ということで賢者なんですけど、今回はですねちょっとプレゼントが届いたので、それを開封していこうかと思います。はい、で結構ですね、生放送とかでですねちょっとご紹介したいところなんですけど、最近ちょっと お忙しくてですね、なかなかちょっと動画ということでさせてもらおうと思うんですけど、はい。まずこちら。ででん。はい。これなんとですね、クリスマスプレゼントと書いてます。はい。なぜかですね、昨日届きましたね。2月8日に届きました。ありがとうございます。そして、開封が遅くなってしまい、すいません。はい。ということで、おぉなんだこれは。なんじゃこりゃ、ヤルミナティパーカーをいただきました。キリンがでかいな。ありがとうございます。まさかのね、おお。そして、おお、そしてありがとうございます。なんか、チャンネル10万人を記念したプレート的な何かを、硬いやつ。ありがとうございます。おお、すごいな。はい。はい。ということで、次行きます。はい、はい。はい、ありがとうございます。毎月なぜか送られてくる、ケイスケホンダの美容シリーズ。今回はですね、デオドラントボディウォッシュの、なんと詰め替え用をいただきました。前ですね、このボトルの方をもらったので、ね、ちょうどね、このボディウォッシュちょっとなくなりかけてたところなんで、これ使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで。はい、はい。なんだこれ。いい香りの除菌ミスト。リセッシュみたいなやつかな。
ありがとうございます。まあこれはですね、まあ僕のまあ大衆とかを中心にまあかなり臭いということなんでね、まあどうにかしろっていうまあそういうメッセージだと思います。ありがとうございます。はい、ということで今回こんな感じにさせていただきたいと思います。ということで皆さんさようならバイバイ。良い週末を。